はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でこうです。ビーナスイレブンリミット。始めていきたいと思います。落としましたね。経営かな。いや、足りるが。稼ぐことはできるんですね。これ出てない選手が出るしかない。いらない選手を証拠のバラ。今回は、ギャルガン、またギャルガン 2V 復刻ですね。85。
験はまず先制したいですね。一気に来た、モルガン。モルガン、こんななんで前にいるんだ？あ、もう普通にシュート打った。普段だからか。前半戦終了です。交代してみましょう。スキルは使い切りましょう。なんだこれ。どんどん上がっていきますね。試合終了です。試合終わった。全然あの触ってない。どんどん行きましょう。そのうち勝てなくなってくるからね。強いですね。無敵じゃん。
再度変えていきましょう。そうそう、選手でもいいし、きたー、ビーストライク、得点を奪いました。取りました。なんか、ね、前半戦終了です。集まってますね。いやいや、間違えた、操作間違えた。やっぱりスキルだと稼げるのか。スキルは使い切った方がいいですね、ポイント稼ぐためには。あ、そうでもないのかな。もう1点欲しい。決めろ。あ、決めない。なんだこのエンジュのシュート。得点を奪いました。すごいな。見事勝利です。あ、OAB 別の人だ。あ、久しぶりに手も、手もじゃん。あなたで最初ですね。あなたしか狙わない。また1だ。6ポイントです。こんなに大なのかな。何も全然ないのかって。アウト選手があるのか。どうなんだ。なんだ、パスが上がる。とレンタルポイントをゲット。しないとね。
太すぎだろうこれ。なんでこんなエロいんだ。特攻開始じゃ。シナリオがある。どこ。ミッドフィルダーか。ミッドフィルダー充実してきたんですけどね。絶対負けないんだ。友達を増やさないとね。勝負ですよ。シュートを決めたい。なんでパスばっかり。ルミストライクだ。得点を奪いました。先生、前半戦終了です。ギリギリですね前半戦。通常のよりスキルの方がアクションポイント高いですね。特にポジティブパスはアクションポイントを稼いでくれます。
さん一気に前進、これシュートに行こうっていうのか、行かないのか、だまたルーミンストライク、キャラクターの登場わけ。あれ嬉しかナイスです。マジか、ギャルガンだからな、パークの危機なのよ。ポイントが多いからかな、ポイント一番あのアクションポイント獲得した人が栄養カードとかね、いつもどっちはど真ん中、あ、かける2になった、確実に650です。得点を奪いました。先生3万4000っていいですね、いい流れだ、何これ、おっと技を使うが、お、なんとか前には駆け抜けた、敵は強くなってるかな、これ前半戦終了です。まだいけますね、後半戦開始、後半戦開始です。相手もどんどんスキル使ってくるし強化されてますよ、油断禁物、ここからは
よしね、決めるかも。決めますね。ゴール。ナイスインターセプト。おっと、キューティーデビル決まった。4点目。キューティーデビルいいですね。見事勝利です。いいじゃないか。お詰めってことかな。かける3だ。60ポイント。わあ、もう1ポイント足りない。この間ハートを所持して行動力を回復ってなってますね。まあ、ハートぐらい1個持ってもいいでしょっていうね。他のマッチはどうだろう。まあ、こちらは行動力は所持、あ、10になった。行きましょう、初級後。ラストの試合です。他にもアスカ。どうなるか。先制点を奪っていく。得点を奪いました。
鮮明。前半戦終了です。まあもう余裕でしょう。続いてる。3万ポイント稼いでいますから、結構得点重視のポイント重視でもそんなに変わらないような気がする。もうなんとか振り切った。シュートですね、これ3点目。おかける3だ、まあ、頑張って上がるだけちょっとあまり関係ないんですけどね。このエロい曲、あ、いいですね。あ、そういうことか。ポイント持ってるポイントは限られるんだ。
普通だよな。これすらお金がいるんだ。行きましょう。これでアイドルが解放されたが、他はネームチケットって何？これもやっぱり数は限りがあるんだ。ファン層なんか投票券と交換できるんだ。どうなんだ、どうなんだ、これをやると。変わったってことですね、これを見ると。まあ、今は星5だ、星4だから、その現時点では大したことないよね。できるぐらいか。無償枠でもスカウト結構もらあるんだ。4000円か。まあ、よしあちゃん人形美味しいな。普通の復刻スタートです。スカウトやろう。もう一回ちょっと低迷したかな。
頑張る。イベントより普通に復刻スタンドの方が欲しいかも。これ行きましょう。一個だけなんか虹がある。私なんてできるんだから。かなりリア度が高いね。見くびらないで。いや星にや。いいとこ見せちゃうから。お星読んだ。あやな使ってるだけあって星読んだな。さあ問題の虹ですが、すげえ。それ行きますよ。星五ですねこれは。今。後悔したって知らないから。一個当たるってことか。多分。エヴァ初登場ですね。初登場はなんだ、ラクラクーラルイ。またゲット。ヴィーナスハート簡単に手に入りますね。これでガチャやって無限じゃん。ずっと試合やっていけば。ということで、今回はこのギャルガン 2V 復刻やっていきました。まあいろいろ初級をクリアしたってことか。なので中級上級超級とまた遊べますが、皆さんも遊んでみてください。3月21日までか。今週は しましょう。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にヴィーナスイレブンビートプレイリスト、ブログ、ツイッターのアドレス用意しております。よろしければ見てください。そしてツイッターのフォローもお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。